覚悟しろ。
攻撃力を下げられてます。気をつけてください。戦術だ。行くぞ。撃ち逃したか。アイギスの無防備です。守ってあげてください。敵も強くなってきましたね。
度行けます。作戦をつきました。敵は総崩れだ。一掃する。俺の旅にしてやる。さすがです。Down, down, 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 down
軽く付き合おうね。天気も良さそうだし、屋上。そういや俺らって二人だけで話すって。もうすぐ成人の日だな。去年も俺もちゃんと大人になって普通に成人式とか出んのかなとかさ。つうか最近急に世間の新聞もニュースも人が訳もなく集団で倒れたとか消えたとか、そんシャドウの被害が増えすぎてて記憶の補正が追いつかねえんだって先輩は言ってた。どう考えても例のニュース、ここんとこそれ系の話にかこつけて妙なカルト宗教みたいなのも騒がれ、やれ週末がどうたらこうたらってさ。早いとこなんとかしねえとな。それにニュクスだけじゃねえ、ストレガの二人もまだ生きてる。だんまり決め込んでやがるが、どっかで必ず俺ら決着つけねえとな。それにしてもお前とこんな命預け、去年の春には想像もしてなかったぜ。もっとも、世界がこんな、しかし、実感湧かねえぜ。こっから街見、けど、見えねえから見ないってんじゃ、なんも変わんねえんだよな。お前、こんな運命10年も前から追わされて、そんでも自分の力にしちまうんだからな。お前と会えてよかったよ。真顔で言うと恥ずいけどさ。でも、本当の気持ちだ。戦いが終わっても、ずっと立ちってことでいいよな。ああ。
帰ってきたか。帰ってきた。
Thank you.
薬師丸的さ、勝負した。まあお前はとっくに忘れてっかもだけど、あれ最後結果的には先輩は負けってことだろ。いやー認めさせるのに半年かかったよ。だからお前を待ってたんだよみんな。 真田さんに飯を奢ってもらうとかマジなかったからな俺ら。確かに勝負に負けたのは認めるが、なんでこれ。またそれ。いいじゃないですか細かいことは。けじめよ。し大胆につける。おごらないとは言ってないだ。 表紙に気になる見出しがありますね。 人の顔じゃし。ちょ、それが。どうも世間がおかしいと思ってたが、職
事中に読みます。人間は今憎悪の連鎖と将来不安とが循環する目に見えない牢獄の、だが今世界には我々を新たなステージへと引き上げる力が降臨しようとしている。私はそれをニュクスと呼ぶ。私はその真実に触れ、一足先に力を得た。そして確信した。ニュクスさえ訪れれば、すべての人間は必ず。ニュクスって、なんでこいつがその名前を。ていうか、ニュクスが救い？真逆じゃないの。本気で言ってるのかどうか疑わしいな。遊びでやっている可能性もある。やがって。だが社会にはニュクスの真実に触れながら救いを理解できない哀れな者たちがいる。彼らは私に近い力を得ながら、昨今巷を騒がせている説明のつかない怪事。なんだそりゃ。し、声を。つうかこいつらどういうことだよ、話題のカリスマって。たった二人のくせにちょい。ジンの方はどうも以前からネットで絶大な知名度を誇るハンドルらしい。こういったメディアの使い方もあいつが仕切ってるんだろう。露出の少ない芸能人にブランド感が出るみたいなもんね。ったく、ムカつく連中。私はこれよりニュクスの来訪をより確かにするため、約束の場所へと赴く。彼らを恐れることはない。ニュクスが訪れれば、全てのものが等しく救済され、皆安息できる。今は希望にのみ思いを馳せ、来るべき時を待つだけでいい。何も心配する必要はない。待つことだけ。同志諸君、これは静かなる革命？こんなん信じてる奴がいるなんてな。先行きの見えない未来を変えられるのは、異形のカリスマだけなのかもしれない。以上で記事は終わってますね。このコメントを最後に、彼らは再び行方がつかめなくなっているようです。行く先などタルタロスしかないだろ。まったくくだらん演出だ。でも彼らのせいで街の雰囲気、口には出さなくてもみんな心のどこかで怯えてるみたい。実際そうなんでしょ。こんな馬鹿げた説法を大勢が鵜呑みにしてるって事態、普通じゃないもん。情報なんて信じる気になるかどうかさ、確かめる方法な。必ず死んじまうってんだ。嫌な予感が広まんのも無理ねえけどな。
ず死ぬことは、命が必ず終わることは、ニュクスのせいで降りかかった特別な運命なんでしょうか。人間にとっては当たり前のことだし、最初から知ってるはずのことじゃないんですか。正直俺だって自分が死ぬ日のことなんてこうでもなんなきゃ考えなかったぜ。でも俺らもう迷ってるわけじゃねえんだし、いいんじゃね。目的はニュクス、邪魔すんならストレガとも決着をつける。そうだ、まあわざわざ探さなくてもタルタロスで鉢合わせるさ。でも俺たちが邪魔らしいからな。約束の日か。本当も。ああ、それまでできるだけのことをしないとな。よし、そうと決まりゃまずは腹ごしらえっす。すいません、俺ハガクレ丼も追加で。いいっすよね、真田さん。ちょっと純平、アイギスの半分食べるって言ったでしょ。それも食うよ。食いダメだよ、食いダメ。残すなよ。
お帰りなさい。Peace.